よ。広告で見かけるやつやってみる。今回、サリーちゃん、おはよう。親友サリー同じ、おはよう。おはよう。広告で見かける、ゲーム。親友サリーが小さなハートを送りました。ありがとう。広告で見かけるやつをね、ちょっとやってみようと思うんだけど、今回やるのは、ちょっと自分でも気になったやつをやってみようと思う。なんかね、着せ替え系っぽいんだよね。でもなんか海外系のアプリで、なんだろう、結構海外系のアプリって宣伝と内容が異なってること多いから、多分今回も異なってるんじゃないかなと思いながらね、はい、やってみたいと思います。はい、ではちょっと女の子向けのアプリなんだけどね、やってみたいと思いまするよ。タイムプリンセスってやつ。これも盾か。盾多いな。許可しない。アップデート。ゲームセンターはスキップ残さない。うん、彼女はストーリーの中に生きていくうちにたくさんの素晴らしい、早い早い。でも悲しいことに残酷な陰謀によって二人は引き裂かれ、お互いのことを忘れ、やがて何もかも元通りになったわ。何年も後に別に女の子が、タップして次へ。ごめんね、飛行機が遅れてるの。クローゼットの中に誕生日プレゼントを用意しておいたわ。そうそう、大事な話があるの。だから私が着くまで待っててね。はい。クローゼットに何が入ってるのかな、見てみよう。ドレスだわ。試着してみよう。うわ、すごく素敵だって。ほい、髪飾りもポチで準備完了。なんかディズニーアニメみたいな絵だね。次へ。あれ、書斎の机がなんだかおかしい。妖精が出てきた。こんにちは、私は妖精のイザベルよ。いや、これは可愛く言った方がいいのかな。こんにちは、私は妖精のイザベルよ。こんな感じか。どこから来たの、このデスクは。目の前にある書剣棚を見つめる。神秘的で不思議な雰囲気に飲まれて、知らず知らずのうちに手を伸ばすと、なんじゃ。あなたは普通の人間じゃないわね。私を召喚して、さらにはストーリーの空間を目覚めさせたわね。わかんない。何言ってんの。ストーリーの空間？その通り。目の前にある本が見えるかしら。これはストーリーディスクからアクセスできるストーリーの世界よ。選ばし人間だけがこの世界に入れるの。早速だけど私たちのストーリーの世界を助けてほしいの。とにかくストーリーを選んで魔法の旅を始めましょう。選ばないといけないの？選ばないといけないの？じゃあ、なんかこの中華系のやつが気になる。はい、これカラチョウかな。カラチョウのタイマジン、難易度が高いな。ちょっと待って、他のやつも見てみる。あ、難易度変わんないわ。難易度変わんないね。じゃあそしたらこれでいいや。朱雀通りで灯籠を掲げると、夜闇の中から妖怪が姿を現す。タイマシがやってきて、長安の長い夜が始まる。中国か。はい、
ね、今しちゃう。今ストーリーの扉を開けています。扉が開く前にまずこのストーリーを体験してください。このストーリーへのポータルが準備できたわ。すぐにストーリーに入れるわよ。動乱する国家、民衆に嫌われた王室、断種される結末、マリー・アントネットは自身の運命を変えることができるのでしょうか。ストーリーの貼り方を説明するわ。まずはストーリーデスクをタップして、最初のステージをタップしてみて。いや、行ってしまえ。王子様さん、起きてくださいまし。そのようなだらしない姿を陛下に見られたらおことですよ。下を見ると私の手も私の体も全く別人のよう。華麗な部屋に華麗なベッド、ここはどこ。王子様、起きてくださらないと陛下からお叱りを受けてしまいます。目の前にいる女性をチラリと見た。この人は誰。今私のことを王子様って呼んだ。全身が痛み、頭がズキズキした。まるで一晩中起きていたかのように。何度か深呼吸をすると少し頭がすっきりした。目の前の女性はあたかも私を見放したかのように睨みつけている。また頭痛ですか。まったく、あなたというお方はまた夜通しかけ事をなさっていたのですね。陛下は掛け事をよく思ってらっしゃらないのはご存知でしょう。宮殿内の賭博だって禁止なさったのに。陛下に知られたらただでは済みませんよ。ドルフ夫人、私、体が凍りついた。どうして私はこの赤の谷の名前を知っているの。記憶と感情の波がどっと押し寄せてきた。突然多くの貴族たちと一緒に影ごとに行事、お酒を飲んでいた記憶が脳裏に現れ、そして自分が誰なのかも悟った。ブルボン家ルイ16世の妻、マリー・アントワネット。フランス革命の最中にギロチンで処刑されたあの王妃なのね。なぜ、どうしてあの王妃なの。よりによって 見られていることを意識しつつも首を触る。窓から柔らかな日差しが差したにもかかわらず背中はゾクゾクしている。王妃様、まだ気分が優れないのですか。そろそろ陛下にお見舞いです。お目見えする時間です。相応の衣装に着替えて急いで陛下のもとにお行きくださいまし。頭が混乱し、音を立てることはできても体がどうしても動かなかった。王妃様、時間がございませんのよ。何をぐずぐずしておいてです。着替える。まだ気持ちは乱れているけど、夫人の言うとおりだわ。ぐずぐずすべきではない。わかったわ、着替えるのを手伝ってちょうだい。お分かりくださり感謝します。王妃様、この衣装がよろしいかと。お召しくださいませ。タップすんの。はい、はい。夫人は皇室に案内してくれた。役を選ぶには正しい衣装を選ぶことが大事なの。心配しないで、私がやり方を教えてあげる。ここをタップするとステージのクリアに必要な衣装の種類を確認できるわよ。ってことは、ステージごとにマッチングした衣装を着ればいいってことか。ここをタップ。このタグのついた、じゃこのタグのついた衣装を身につけると、ステージを簡単にクリアできるの。なんかこれ見たことあるな。やっぱ着せ替え用のアプリって似たりおったりなのかな。はい、タップ。検索機能を使えばタグのついた衣装をすぐに見つけられるの。エレガント検索。ほら、タグと一致する衣装が全部表示されたわ。選んだ衣装
てみましょう。前のカテゴリーに戻るときは何もないスペースをタップして、自分で他の衣装を試してみて、準備ができたらここをタップして始めましょう。コツ、腰こっちの方が多いけど、でも流れ的にはにゃんこ、にゃんだ、何が起きたんじゃ。こっちにしといた方が無難かな。準備完了。あ、やっぱコーディネートで点数がつくやつだ。着せ替えアプリってこうだよね。なんか前に試したやつもこうだった。そのお姿を見れば陛下もさぞお喜びになるでしょう。ありがとう、導入夫人。これが私の義務ですので。今から私の、いや、マリーの音に合うのだと気づき、急に不安な気持ちに襲われた。私の様子が違うことに、お、国王は気づくかしら。会うのはこれが初めてだし、気をつけなければ。宮殿は壮大で、華麗な装飾が施されている。まるで夢のようだ。初めて見る場所なのに不思議なほど違和感がない。昨晩夜通し遊んだせいなのか、それともコルセットがきつくて息苦しいせいなのかわからないけど、突然猛烈なめまいに襲われた。おお、回ってる、ぐるぐる。意識が遠くなった私はうっかりドレスの背を踏んでよろけてしまった。転びそうになり目をぎゅっと閉じると、危ない、多分王様来たね。失礼をお許しください、陛下。どうか足元に気をつけて。どっちの声だ。私は、彼は私の腰に腕を回している。私がバランスを取り戻したことを確かめると、その腕を離してさっと後ろに下がった。従者、マリーの記憶は、この男はラファイエット公爵だと言っている。厳しい目つきで見定めるようにジョージを見ると、彼は眉を潜めた。フランスの王妃として常に完璧な礼儀作法を心をかけてくださらないと。私はただ体調が優れない理由は存じませんが、どうかお忘れなく、王妃の行為は王室を象徴するんだということを。王妃の振る舞いは陛下ひいてはフランスの対面に関わるのです。陛下に報告がありますので、私はこれで失礼します。では。ラファエットは大股で歩き去ったが、彼の 手のぬくもりがまだ腰に残っているって好きなんかい。彼の態度と同様にドニュー夫人の口調を考慮するに、どうやら私はここであまり歓迎されていないようだ。王妃の生活を体験できるだなんて、まさに奇跡だけど、なんて恐ろしい状況なのかしら。深呼吸してドレスの裾を上げると、私は馬車に向かって歩き続けた。目の前に広がる廊下は信じられないほど長く、その突き当たりにはアメヤの彫刻が施された大きくて華麗なドアがある。あのドアの向こうには何があるのかしら、私には想像もつかない。だけど王女になった以上行かなければならないのだ。なんかクリアしたらしい。あ、マリアンタネットの頭ゲッチュー。レベルがなんか上がった。すごいわ、あなたは主人公を演じ切ってストーリーをアンロックしたのよ。これからも私がついてるわ。私の点はここでやめるの。ここね。それじゃあ私の提案通りにしてやってみて。
して始める。どうしたらいいのこれ、続けたらいいの、スタート。私は記憶を手繰り寄せたけど、どうも漠然としている。本物なの、それともただの夢。私は子供時代をシェンブルーン宮殿で過ごし、母であるマリア・テレジアは国の統治にお忙しだった。14歳になった私はフランスとオーストリアの未来のためにフランスの皇太子と結婚した。これなんか歴史の勉強にもなるね。母国を出る前に母が言った言葉を今でも覚えている。私が天使を使わした人々が口にできるようフランス国民のために尽くすのですよ。朝の澄んだ光が部屋に差し込んでおり、私はマリーの柔らかな絹のベッドに横たわっている。何もかも現実のこととは思えない。顔の濡れた感触から私は自分が泣いてるんだと気づいた。マリーの体にいるのからなの、彼女の感情と記憶が止めどなく私の心に投げ込んでくる、彼女になったような感覚だわ。おはようマリー、ゴージャスな衣装を用意して。ゴージャスな衣装を用意して、レオナードが外で待っているわ。きっとお気に入ってよ。あら、どうして泣いてるの。まさか私たちと一緒に夜通し賭博をしていたことが陛下のお目にひどく怒られて。彼女の目力のような瞳に不安が浮かんだ。この人は私の一番の友人で、ベルサイユで私のことを真に気にかけてくれる数少ない一人。私はマリーではないけど彼女に恋を持っている。マリーの感情と自分の感情を見極めるのは難しいわ。いいや、そんなことはないわ。陛下は急にラファエットと話し合うことができた話し合うことができたとかで、まだお顔を見ていないの。私なら大丈夫よ。お母様のこととセンブルンでの日々をちょっと思い出していただけなの。故郷が恋しいの。クグロフとクロワッサンを作って差し上げましょうか。前に作り方を教えてくれたでしょ。同じ味にはできないかもしれないけどやってみるわ。それは素敵ね。ありがとうガブリエル。そういえばなんか歴史の話ついでに思い出したけど、マリー・アントワネットがなんかオーストリアからフランスにカテトラリーを持ち込んだらしい。ナイフとかフォークとかスプーンとか。だからそれまではなんかフランスってなんか手で食べてたっぽいんだよね。なんかあやふやな記憶だから違うかもしれないけど、レナードが外へ待ってると言っていたかしら。私がタペストリーズを焼く間に彼が新しい衣装を持ってきてくれるわ。でもまだ気分が作れないようなら次の日にするよう伝えておくわ。どちらがよろしくて。そんなことをしたらご迷惑でしょ。大丈夫よ、きっと分かってくれるわ。繊細な薄いカーテンが朝のそよ風に揺れ、その向こうから鳥の鳴き声が聞こえてくる。見たところ何もかも完璧だ。誰よりも優雅な王女様、相変わらず魅力的で、何をお召しになっているの。おう、なんてこと。類いまれなお美しさが台無しだわ。なんといたわしい。どうして私の着こなしアドバイスを聞いてくださらないの。そんなに悪い印象ではないでしょう。宮殿で着てるのに最も適切だとドニュー夫人が言ってたけど。ノーノーノー、あの夫人に衣装を選ばせるだなんて。あなたは王妃でベルサイユ宮殿の女主人なのよ。好きな衣装を身につける権利があるの。それにあの夫人は古臭くて退屈だし、ああ目が焼けつくよ。これ以上見てられないわ。それはそうと、昨日ね、あなたの美しさにふさわしい衣装をデザインするよう国王陛下からご依頼を受けたの。陛下から？どうして？
昨日お目にかかれなかったお詫びだとおっしゃっていたわ。ちょっとしたサプライズプレゼントよ。急いでこれをお召しになって。昨日は徹夜で仕上げたんですから。来た。まあまあまあ。何これ、イヤリングか。レナードの笑顔につられて顔がほころんだ。すべてはまたほがらかに見える。美しい衣装ね、着るのが待ちきれないわ。でこれで着ると、頭、あれ、カツラ、カツラ、あ、あったあった、カツラ、あ、そういうこと。同時に着用できない衣装を着用すると、最初に着用してた衣装が外れるの。ここをタップすると一つ前の状態に戻ることができるの。はい、一つ前の状態の方が良かった場合はここをタップすると戻れるの。これで完了よ。この機能をうまく使ってコーディネートをお手軽に変えましょう。はい。で、ゴージャス、エレガント、で、ドレス、新しく作ってくれたやつポイント低いじゃん。ポイント低いんだけど。でもこれ着るべきだよね。ね、新しいやつ。ポイント低いんだけど、いいのかな。いや、何言ってるかわかんない、サリ。音をちょっと大きくするか。よ、これでいいのかな。ポイント低いんだけど、いいのかな。まあ、いっか。準備完了。あ、点数超えた。パーフェクトだって。星印は少なかったけど、点数は高かったんだ。その、なんだろう。ポイントよりもマッチングさせた方がいいってことか。完璧よ、あなたはベルサイユで一番、いや世界で一番魅力的だわ。鏡の前で2回くるくる回ってみる。衣装の甘いの美しさに私は圧倒されていた。ああ、なんて綺麗なの。ありがとうレナード。あなたを最もスタイリッシュな王妃にすることは私の喜びですわ。それでは私はこれで、次回は最新のデザインをお持ちします。ごきげんよう。マリー、あなたはすごく美しいわ。言葉にならないほど元気になったみたいでよかったわ。クックロー風とクロワッサンができたから食べてみて。お口に合うと良いのだけど。ガブリエルが小さなテーブルへ案内してくれた美味しいタイストーリーズの懐かしい香りにノスタルジックな気分になる。ガブリエル、あなたって本当に優しいのね。何度もそう言ってくれるけど、大したことはしてないのよ。優しいのはあなたの方だわ、マリー。もしあなたが私を引き止めて家族の借金を払ってくれなかったら、今頃私はベルサイユにいないわ。そうね、思い出したわ。彼女に救いの手を差し伸べたのは私だった。記憶にある限り彼女はいつも私のすぐそばにいる。ここで2日過ごした私には、彼女がマリーのお気に入りである理由が分かった。ガブリエルとデナード以外に自分に好意を持っている人はいない。この2人は私のことを気にかけてそばにいてくれる。そんなこと言わないで。あなたの優しさに報いるのは当然のことでしょ、マリー。状態をかしげて彼女の手を取ろうとしたちょうどその時、廊下から険しい声が聞こえてきた。ポリ、名前がね、読みづらいんだよ、かな。ポリニャック
公爵夫人、どういうことですの？あんな屈辱的なスキャンダルがあったというのに宮殿中をうろつき回るなんて。マダム・アディ・ライードだわ。マリー下がってもいいかしら。また後で来るわ。私がうなずくのを待たず、まるで狩人から必死に逃れようとするパニック状態のメジカのようにガブリエールは走り去ろうとした。アディ・ライード・ルイ15世の娘であり現国王の叔母にあたる人。彼女は私の浪費癖を気ぐらいしている。しかし私には逆らえないからガブリエールに当たっているのだ。自分を見てごらんなさい。あなたはとっても貴族には見えなくてよ。卑しい使用人に面と向かって屈辱されるのも当然ね。これも彼らを叱りもしないなんて。あなたはベイサーユの汚点だわ。今すぐ王妃のそばから離れなさい。一日中王妃に まとわりついて王妃の名が汚されるわ。それとも王妃にまた助けを求るべく惨めな家族に送り込まれたのかしら。いや違います。そんなことは。王妃様のおそばにいたいだけなのです。ガブリエルが怯えた無力な子犬のように私を見た。怒りがこみ上げてくる。この女性が国王のおばであることは知ってるけど、あのような暴言と放慢の態度には我慢がならないわ。アディレード様、これ以上ガブリエルを侮辱するのはおやめなさい。ガブリエルは優しくて親切だわ。あんたが言うような人ではなくてよ。たかが公爵夫人のために情報であるこの私に向かってそのような批判をなさるなんてどういうおつもり。テーブルの上にあるタイペストリーズに気づいたマダム・アディライドが嘲笑った。借金を肩代わりしてもらった俺がタイストリーズ？なんてくだらない恩返しかしら。あなたはもうオーストラリアの王女ではなくフランスの王妃なのですよ。オーストリアのものを恋しがるのはおやめなさい。王妃様のせいではありませんわ。私が焼いて差し上げたのです。アディレード、今日はどうしてこちらに？あなたのご機嫌を伺いに来ただけですわ。ポリニアク公爵夫人と鉢合わせするなんて思いもしませんでしたけど、でもせっかくですし夫人を私の部屋にご招待したいわ。めっちゃ怯えてる。王妃様、あらゆる侮辱や暴言を受けていることはガブリエルから聞いている。なのにアディライードはよくも私のこのことを言えるものだわ。充血し腫れぼくったようなガブリエルの目は見るに耐えない。拒否しようとしたその時、アディライードが残忍な微笑みを浮かべた。王妃様、ほんの少し私の部屋にお招きしただけですのに、なぜためらっておいでですの？私は王女がガブリエルをいびるつもりなのは明らかだけど、私が拒否すれば問題がより大きくなるのでは。じっくり考えた後、私は深呼吸をして目を閉じ、そして回答した。ガブリエルに決めさせる。投げやりだ。ガブリエルのことを私が決定すべきじゃないわ。彼女は友達でもの、彼女の意思に反することを命令するのは嫌だわ。ポリニアク公爵夫人をお招きするのなら私ではなく夫人に尋ねるべきですわ。王妃様、強いリーダーなしに弱者に未来はない。読めん、カタカナ。ネナシカズラが宿主なしには生きられないのと同じことよ。ベルサイの女主人はあなたでしょ。彼女のためにお決めになれば。ガブリエルは私の友人です。
彼女が自分で決めたことなら私は何だろうと尊重するわ。ではあなたはどうしたいの、ポリニャク公爵夫人。そうそう、よく考えてお答えになった方が身のためよ。私は彼女がアディライードの立ち向かう勇気を見せていることを願いつつ、かすかにうたんづいてみせた。私は王妃様とやることがありますので、お許しください。ええ、今日は一日中過ごすつもりですの。夫人を招待したいのでしたら別の日に来てくださいね。なるほど、残念ね。王妃様、私はそろそろ失礼します。マリー、ありがとう。自分にあんな決断ができるなんて思ってもみなかったわ。ストーリー長い、ちょっとスキップしていこうか。スキップしていくと多分なんか場面が分からなくて服装に困るような気がするけど、スキップしていこう。長いんだもん。これがおやつか。食べた、早っ。メタップ、なんか来た。今度これを着ないといけないのかな。ゴージャスエレガント、得得。その調子よ。私が用意した報酬を見て。これ受け取る。まあ、なんて可愛い猫なの。あなたのことは気に入ってるみたいね。猫はストーリーブックに一緒に入ってくれるの。それに衣装変更でポイントアップの効果もあるのよ。試してみて。BGM が若干でかいな。 BGM の調整とかできないのかな。もうちょっとスキップしていこう。多分次の場面が分からなくなりそうだけど。なんだこれ。姫様、戦争はようやく終わりました。そして私はあなたの元に戻る途中です。カナリアのようなあなたの美しい声、エクボ、星のように輝く瞳が恋しい。あなたの全てが恋しい。あなたは私を恋しいと思ってくれただろうか。あなたに言いたいことが山ほどあるけど、あなたの綺麗な瞳を見つめて伝えたい。私はどれだけあなたのそばに飛んでいきたい気持ちでいるのかを分かってもらえたら、それだけで幸せです。ここ何年間も変わらない気持ちをこの白いバラに託し送ります。なんか元恋人で、なんだ、戦争に行ってる間に結婚しちゃったよみたいな感じかな。この手紙なんて断定なの。読んじゃった。実績が、これでもスキップしたら多分次の衣装が分かんなくなるんだろうな、多分だけど。ネックレス、ネックレスに合わせたらいいのかな。はい、コレクションに加える。おお、なんかあれだね、母の形見、これつけないといけないのか。違うかな、わかんない。さあ、これで新しい頭にして、服はこのまんまかな。でアクセサリーだね、これを。あれ、あ、つけてるわ。地味すぎてわからんかった。背景をこれでいいかな。にゃんこ、猫にはそれぞれスタイルがあるの。合いそうな猫を選んでポイントを増やしましょう。合いそうな猫、ゴージャス、エレガント、検索、これだな。で完了。
ついことだったらしい。もういいや、スキップしていく。今度これつけないといけないのか。スキップしていこう。高、なんとなく高って思ったけど本当に高いのかどうかわかんない。あ、購入する押しちゃった勢いで。あれや、分割払い決断は、あ、購入しないを選んだのか。分割払いにする選んでみようか。じゃあ私の勘だとこの選択肢を選ぶと何か良くないことが起きそう。本当にこれを選んでいいの。じゃあ購入しない。やばい、勢いでタップすると選択肢を迷う危険があるから、タップする場所を気をつけないといけない。でもこれストーリーが読まないと多分ダメなやつだね。読んでないけど来た。なんだなんだこれ、何これ、な、何わかんない。レベルが上がった。これ多分これそろそろさっきのなんか中国系のやつダウンロードされてると思うんだけど、まあなんかアプリの紹介だからもうこのまま行っちゃう。衣装を作成するための設計図を持ってるみたいで、ついてきて。ここをタップ。モードのデザインコーポがアンロックされたの見に行きましょう。モードは衣装の作成方法を教えてくれるわ。いやいや、僕はモード起こしてくれてありがとう。衣装の作成なら僕に任せて、全力で頑張るよ。はい、タップ。これ君の設計図、完成品をイメージするから持ってきて。良い衣装ができそうだ。ここには君がこの衣装を作成する必要な材料が表示されているが、覚えておいて。はい。ここをタップすると材料の詳細と入手方法を確認できます。衣装の作成にはゴールドが必要なんだよ。でも今回はおまけしておくよ。じゃあ早速作成してみよう。完成が楽しみだ。あ、なんかこれガチャ？実はガチャ？え、これこっからどうしたらいいの？足りてるね。好きなものを選べるのか。作成。全部作ったかな。これ所有してるよね。所有してるよね。これで終わり。で、なんかいろいろなんかびっくりマークができてる。本日のスペシャル無料ガチャか。これで素材を集めるわけだね。え、なんか幸運の占い推奨タップ。あ、なんかコインかなんかもらえた？よくわかんない。ダウンロード
数、実績1000万、まあ、ダウンロード数とね実際に遊んでるさはまた別だからね。すべて受け取る。あ、いらっしゃい。いや、これもらっても、あの中華風のやついかないとつけないよね。これさらに、はい、おはようございます。これで OK？ さらに、まあいいか、ログインギフト、空白部分をタップ。そっか、毎日ログインでもらえるものが出てくるってことね。で、これが課金か。あ、ありがとうございます。これは入手できるやつも中にはあるかな。あー、なんかダイヤが足りないや。6点、ダイヤが足りない。おすすめデイリー、あ、無料でもらえるやつがある、デイリーで。で、注目設計図。あ、設計図変えるわ。いや、なんか BGM がでかすぎてね、コメントがね聞こえない。ちょっと待って、自分のやつにログインする。よ、これか。あ、シマルさんの話か。どうしたもんかな、これ設計図迷うね。何もしない方がいいかな。受け取る、受け取れるものはガシガシもらっていく。今すぐ起動。おお、金を取る。結構よくありがちなんだけど、課金の横に無料のやつとかあったりするんだよね。で、他はこれさっき見たやん。衣装、これいこうかな。なんだ、頭の羽か。あ、これ、あ、これ持ってるやつ買っちゃったよ。これは何なの。あ、腕か、なるほどね。これプレビューして来た時どんな感じかが見れる。これ持ってるやつやん。あとこれか、これも買っちゃってもいいかな。母の形見だったらもうすでに持ってるやつのような気がする。え、どこにつけてる？あ、指輪か。これ腕輪か、まあいいや。で、イベントセンター、ログインビフト、これガチャかな。ちょっと覗いてみるか。わあ、課金だった。これもらえる？もらえた。7日間の旅。
受け取る。これはミッションをクリアするともらえるやつだね。おう。で、あとは。なあこれ。ニャロットとプレイしてカードとポイントを得得しましょう。思い出のチケットの補充に使用できる限定パックを毎日 ご用意しています。思い出のチケットがさらに必要な場合はダイヤモンドで購入できます。イベント期間中に不思議な旅路を始めましょう。タロットポイントを貯めてイベントを上げたくさんの報酬を手に入れてください。ニャロットカードをプレイしてポイントを得得しましょう。ポイントが高いほど順位が高くなります。イベントが終了するとメールでランキング報酬をお送りします。応じたタロットカードのグループを仲間に送ると好感度が上昇し報酬を受け取れます。同じカードをめくるたびにタロットカードが手に入るチャンスが発生します。余ったタロットカードはフレンドに送ることができます。でこれでやれと、ニャロットと同じカードをめくるとタロットカードを移動できる場合がある。カードを1枚めくるたびにチャンスを1回消費。同じカードを2枚めくるたびにタロットカードを得得できる場合がある。集めたタロットカードは分類され自動でそれぞれのグループに。これ神経衰弱ってことかな。同じカードをめくって、めちゃ神経衰弱やん。ちょっともうぼちぼち覚えてないよ。よし取れた。ここが取れた。間違えた。ここが取れだんな。これでスコアでな。多分これ広告見たらなんかあるんだろうな。ちょっと広告視聴してみようか。広告見たらポイントもらえるはず。音でかい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 。一応こうやって広告見てもあれだけど課金した方が効率がいいってやつなんじゃないかな。消しできたわよ。じゃあこれで、あ、やばいな。広告見たらそういうことかよ。スコアわかんない。なんかバグった。バグった。これ最初からやれってこと？スコア、あれ？動かなくなった。どうしたらいいんこれ？動かなくなった。バグった。バグった。バグった。これ再起動？再起動？バグっただよ。まさかのバグり。まあなんかイベント期間中だからイベントものだからまあバグるのは仕方ないのかもしれない。でこれニャローとか終わった人、あ、ギルドなんてある。そんなもの存在するんだ。これ受け取ってね、バッグの中身がなんかいろいろあるけどわからん。これ
塩マックス開ける、ね、塩マックス開ける。でこれ、これはお知らせか。ね、これでストーリーに戻っていくのかな。違うな。あ、ここか。これさあ、どんどんタップしていくよ。ストーリー全然見る気がないっていう。あ、なんかこれさっき買わんかった？気のせいかな。で、これで羽で揃えていくわけね。これこうして、こっちか、こっちだな。で、ニューのこれで靴をマッチングして、こっちかな。あ、戻っちゃった。あれ、戻っちゃう。なんで。これで、で、アクセサリーで、あー、なんかダメなやつ選んだら戻るっぽい。で、これでニュー。あれ、なになになに、なんでこうなる。これでいいのか。で、これこれで行ってみようか。なんかよくわかんないけど、いけたね。もうタップしちゃえ。やっぱこれは、このゲームに関しては星の数よりもあれだ、必要とされてるテーマのポイントをいかに稼げるかで、その場面にいかにマッチングした服装ができるかだね。なんか2人からどっち、適当でいいや。なんか勝手に口論してるけど、知らない、知ったこっちゃない。あ、くしゃみ出た。あ、くしゃみ出た。出るって言った瞬間にくしゃみしてた。ストーリー長いな。でもまあストーリー好きな人とか、なんか結構小さい子向けのゲームでもあるかもしれないね。な、小学生。適当に。ああ。何、好感度が上がったの？何が起きた？ラファエット。結構会話長い。なんだ、来た。今度はこれ、シンプルノーブルがテーマかな。え、で、どうしたらいいの？これ？
通り。スキップ。ストーリーに入るわ。入れたわ。で、このびっくりマークが何なの？ここでプレイできるルートを確認できるの。ルートが変わるってこと？ストーリーはかなり長いからここをタップしてステージを見つけてね。ここをタップしてステージを見つける。アンロックされたポイントをタップするとそのステージに移動できるの。長いね。さあ、あなただけの探索に出かけましょう。いたずらっぽくキュートゴージャス。ちょっと待って。ここではストーリーブックの仲間に会えるよ。ここをタップして出会いたい仲間を選んで。スタミナを消費して決断を下し、仲間からギフトを受け取りましょう。仲間からギフトを。あ、そういうこと。何を作ったら一緒に何か、役になったものを作る。ガブエルは両手に腰を当てる。今回は本当に頭に来たわ。家に帰らない。適当。もうすぐ結婚記念日なの。夫に何かプレゼントしたいんだけど、彼はとても細かい人だから何がいい？何か意味を込めたもの。陛下は気づいたのですが、あなたは派手なデザインのものがお好みですね。若い選手が送ったの気に入らないか。あなたにトラウマを楽しくなかったの。陛下、どのようなものがお好みかお尋ねさせていただけませんか。私は友達のためにいるんです。それは誰なの？なんかこれ続きそうで嫌だ。もうやめよう。ストーリーの世界にかなり詳しくなったみたいね。面白いもの見せてあげる。ここをタップして。なんじゃこれ。クレイジージェリー。欲しいものが出現するまで無制限に風船を割り続けることができます。毎回最大で星4つのアイテムが3つまで出現します。風船を割って材料や異物を手に入れましょう。これガチャ？ここをタップして運試しをしましょう。風船を割る。何これ、よくわからない。なんか異物カード。次のステージで衣装を変更するときに使ってみて。ステージをぐっと楽にクリアできるかも。バフか。もう一度。終わり。なんかよくわかんない。よくわかんない。無料でできるから。終了。無料じゃないのか。進む。無料。でもストーリーにマッチングしてないぞ。バカクソ物語とか出てくる。俺、ちょっとどういうこと？なんかマリー・アントワネットの話じゃない
関連の商品がポロポロ出てきたけど、一応エレガンスとかなんかそういうなんていうのテーマに沿ってれば OK なのかな。確定。終了。でこれで戻って終了終了終了って言ってんじゃん。でどうしたらいいの。これはなんだ。ストーリー受け取る衣装受け取る受け取る。一括受け取りできないんだね。一個一個受け取るんだ。あでもなんかこれは比較的広告とマッチングした内容のような気がするな。なんか大抵のゲームはなんか広告の内容と全然内容違うやんってツッコミ入れたくなるけど、これは許容範囲のゲームだ。これでいいかな。うん。今どんくらい配信してる？60分経過したからもうこんなもんでいいかな。あ、なんかまたくしゃみが出そうなんですけど。メールが来てる。受け取る。くしゃみ出そう。あーくしゃみ出そう。くそ。これお知らせやろ。もうちょっとやってみる？もらえた。レベルアップになんかポイントを貯める。レベルアップに星を使うのか。1レベルアップしてみよう。でこれでもらえるようになった。あとはストーリーに戻る。なんか全然マリー・アントワネットの世界じゃないものもらってるけどいいのかな。でアベマリア、タップしていこう。長い長い。このストーリーが終わったら終了かな。わかんない。今のテーマがわかんない。エレガント、エレガントノブールかな。エレガントノブール、エレガントノブール、するとどうなのかな。あれさっきの緑のやつがなくなっちゃった。もういっか。これで、あーダメなやつ。あれつけれない。つけれないよ。この仮面を外したいんだけど、後回しか。なんでつけれないの？1からつける？
ちょっとわかんない操作が。あれ戻らなくなった。戻った。この目のやつ外したいのに外す場所がない。マリー・アントワネットはこのメガネのやつをつける運命なのかな。それで、あ、また戻っちゃった。あれ髪型が、髪型があれーって感じ。あれー、これでいいのか、もうよくわかんない。痛い。出発。これはあなたの異物よ。出発するときに持っていきましょう。はい、なんかどこに出発するのかわかんないけど。失敗した、失敗した。リトライ。やっぱりストーリー見ないとダメなやつなんだ。戻れる？ストーリーを終了しますか。 OK。 ストーリーもう一回見てみよう。ストーリーゴージャスエレガントだ。 OK。 最初のそれを見てれば OK。 ゴージャスエレガント、ゴージャスエレガントで、これでヒントマークでカテゴリー、ヒントマーク、ヒント、あ、これか。ゴージャスエレガント、あ、なるほどね。はあ、知ってる方が来てくれた。あとはこのまんまかな。このまんまか。部屋着の方が可愛く感じ、まああるよねそういうの。おーの、この現象がよくわかんないんだけど。アイテムの背景が光ってるやつ、あー、こういうこと？アイテムの背景が光ってるやつ。あー、なるほどね。そういうことか。これ猫ちゃん選んで、これで準備 OK？ こういうこと？あー、なるほどね、そういうことか。まあ一応なんだろう、バトルじゃないけどなんか調整要素があるっていうか、でもまあなんか親切に背景が光ってたりするから、うん、なるほどね。ちょっとストーリー飛ばしていっちゃうんだけどね。でも
そろそろこのあのメガネみたいなやつ外したいんだけど外せないのかな。なんか深刻ななんか問題が起きてるらしいけどスキップしててよく分かってない。え、何？あ、もう一回押せば外せるの。なるほどね、ありがとうございます。私は自分を弁護し間違いを正し人の信頼を得る方をさなければならないのだ。無実を主張して無実を主張するのみかな。なんか一応なんかちゃんと物語が歴史とかなんかその本当にあった設定に結構忠実なような気がちょっとする。何が来る？お、シンプルノーブル。どうせ使えないんでしょって思ったりしますけどね。で、さっきのあれ服つくのどこだっけ。ここじゃないな。あ、でも受け取れる。この使えないやつもらってもしょうがないんだけどな。まあ一応なんていうのかな、アプリの紹介的感覚でやってるので。あ、本当に特別はどのストーリーでも使えるんですか。なるほど。特典課金するつもりはないんで、これもらえるやつ、課金の中にこっそりこういうもらえるやつが隠れてたりするからそういうのだけもらう。願い事のページで幸運のランタンを使って願い事をしてランダムな材料と翡翠書を手に入れましょう。願い事をする。幸運の旅路イベント期間中幸運ポイントを収集してレベルを上げたくさんの報酬を受け取りましょう。イベント材料は一定間隔で効果を受け取ることができるので定期的に確認してください。はい、左のリストにはイベント期間中にアンロックされたイベント限定衣装や持ち物が表示されます。右のボタンからは交換ショップにアクセスすると翡翠書をアイテムに交換できます。幸福のランタンで願いをしたりパスクエストをクリアさせたりして幸運ポイントを得得しましょう。ポイントをたくさん貯めると順位が上がります。イベント終了後順位報酬をメールで送ります。イベント期間中に指定の幸運ポイントを達成して期間限定の全サーバー実績報酬を手に入れましょう。世界中の旅人たちと一緒にイベントとお楽しみください。あ、これもうあと4日しかないな。交換できんの？ポイントっていうかなんか解雇するやつがないから何もできないっていうね。だから多分、あ、受け取り可能がある。これをパスクエストをクリアさせ幸運のランタンで願い事をしてパスレベルを上げると幸運ポイントを取得できます。これ起動って押すとなんか課金が起きるような気がする。あ、大丈夫だった。まだ説明のとこか。これがもらえてクエスト、まあなんかこういうイベントもちょいちょいやってるってことですね。あんまり理解しようという気がないからちょっとスルーするけど。なるほどね。
じゃあこのストーリーで最後にスローカーと言いつつどんどんストーリーを進めていく。でこれでヒントで、シンプルノーブル、シンプルノーブル、シンプルノーブルで検索で、これ戻っちゃうんだな。これどうしたらいいのかな。ほんまや、ほんまや、もうちょっとでレイドや、行かなあかんや。じゃあもうこれちゃちゃちゃとやって終了せねばなるまい。よよよよ、シンプルノーブル。え、これで準備完了、出発。どうや、パーフェクトいったね。はい、ということで、ということで、ちょっと中途半端ではありますが、こんなアプリだよっていう紹介として、YouTube にね、これ配信あげたいと思います。はい、よ、困った困った。はい、で、あ、またこれ、あ、ありがたいですね、ランキングが上がってる。はい、っていうことで、普段遊んでるゲームがそろそろ、あ、レイドの時間だ、レイドアラームがブルブルってなったっていうことでね、はい、終了します。お疲れ様でした。バイバーイ。よ、あれ終わん